今回は箱根湯本にあります沖屋吉野さんのお母さんにお話をお聞きいたしました。まずお母さんが稽古のお仕事を始めたきっかけは何だったのでしょうか。はい、たまたま目にした求人情報に箱根湯本の飲食店が出てまして、自宅より電車通勤も可能なこともあり、そして何より観光地箱根湯本で働くのも楽しいかなと思い応募いたしました。応募先のオーナーの奥様がたまたま沖屋の経営者で、その日の宴席での人数合わせで急遽借り出されたのがそもそもの始まりなんですね。そうしますと、もともとは芸者を目指して頑張ってこられたというわけではないんですね。でも今回登録スタッフさんの募集を始めるまでになっているわけですから、お母さんにはこの仕事が合っていたということがわかりますよね。そうですね、仕事に限らず合う合わないって自分が思ってたことと結構違う場合がありますね。その場にいて初めて感じ取ることが一番かなと思います。振り返って偶然にもこの仕事のきっかけを作ってくれたお店のオーナーさんには今はもう感謝ですね。ですので今回の募集では芸妓の仕事は縁遠くて仕事を始めるにはちょっとハードル高すぎとか感じていられる方にもぜひ一度経験してみていただきたいと思います。皆様いかがでしょうか。箱根湯本の吉野のお母さんのもとで芸妓のお仕事を一度経験してみて、今まで気がつかなかった自分を発見してみてくださいね。